質問は、苦しみたくないから善をしても意味がないと。これはどういうことなんですか、ということですね。で、多くの場合ですね、苦しみたくないから善をする、その自分の心を見つめてみるとね、楽になりたいっていう心があるんです。この楽になりたいっていう心が、心が、これが苦しみから離れられない心なんです。私たちには、理性と感情というものがあります。理性っていうのは何が正しいか何が間違っているか、そして何がですね、自分にとって都合がいいか、それで物事を判断し行動する心でもあるわけです ね。だから私たちは結局苦しみたくないっていうのはね、苦しまない方が楽だし都合がいいから、だから善をしてね、苦しみから離れられるなら善をしたいと思うわけです。だけど苦しみっていうのはどこから起きているかっていうと、感情から起きてるんですね。で、感情としては苦しいね、自分はこの感情が苦しんでるわけですよ。感情が苦しい時に理性はどう思うかっていうとね、さっさと善をして楽になりたいって思ってるんです。でも感情からしたらさ、私こんなに苦しんでいるのにね、なんていうんですかね、この苦しみの苦しんでる私に寄り添ってもらいたいと思うわけです。もっとこう、ああこんなに苦しんでかわいそうだねって思ってもらいたいって思ってるんです。でも理性からするとね、もう早く苦しみから抜け出して楽になりたいっていうふうに思ってる。だから感情のことなんて見てない。善をするのもね、善をして、善って本来この感情を見てあげることなんです。感情を味わってあげることなんです。だけど私たちが思う善っていうのはね、一生懸命頑張ってなんかこう楽になりたいって思ってます。じゃあその本当の善っていうのは、感情を見ることなんですけども、そうそう、しっかり苦しみを味わってあげるってことなんです。苦しみから逃げないってことですか。そう、苦しみから逃げずにちゃんと味わうってことです、ね、で、その苦しみっていうのはこの感情を否定することから生まれてるわけですね、だから感情からしてみたら、ね、私ってすごく否定されて苦しんでるんですよっていうことを分かってほしいんです。例えば自分の感情でいろんな嫌な気持ちが起きたとするでしょ。そうすると多くの場合ね、それを話をしても誰も分かってくれないってなったら、ね、この感情のことを無視して我慢してしまうんです。なぜかって、我慢すれば誰も嫌な顔をしないし、誰も文句言わないし、
都合がいいんです、我慢した方が。でも感情からしてみたら、私が嫌な思いをしたっていう気持ちをね、すごく無視されて、とにかく抑え込まれたっていうふうになるから、感情としては重い気持ちが続くわけです。その苦しみを感じるっていうことが感情のためになってるってことなんですか。そうですね、苦しみを感じてあげるとやっぱりかわいそうだなって思うじゃないですか。感情がこんなに苦しんでいるんだってなるからね。もう、感情を傷つけるようなこと、苦しませるようなことはもうしたくないって思うんです。例えば苦しいこと、嫌なことがあった時にね、それを我慢せずに誰かに話をして分かってもらえば、感情はそれで納得するんです。ああ、分かってもらえたって。それはね、そういうことを書いたり話をすることっていうのは、感情に寄り添った行動になるわけだよね。その感情をどこに人に話したりするっていうのは分かりますけども、はい、その苦しみを感じることがそのいいことなんですか。苦しみを感じるっていうことによって、この感情が味わっている気持ちを理解する。だから苦しみを味わうことが大事なんですね。うん、ね、その苦しみを味わうことによって、感情の気持ち、こんなに苦しい思いをしたんだって、本当は、まあ自分に対してね、同情してほしいんです。ああ、こんなに苦しんで、辛かったね、嫌だったね、悪かったねって言ってほしいってことなんです。じゃあ苦しみを感じるっていうことは、その自分の感情を分かってあげるっていうことなんですね。そう、苦しみを感じるってことは、その感情の気持ちを分かってあげる。分かってあげることによって、ね、苦しみは消えるわけです。うん、あ、自分の感情ってこんな感じで苦しんでるんだよっていうのを、そう分かってあげるっていう。そう。で、本来はそれが掘り起こして、こういう苦しみなんだっていうことを赤裸々に教えてくれるのが、聴聞なわけです。だから聴聞っていうのは、自分自身がね、こんなことで苦しんでいたんだっていうことに気づく、そういう時間っていうかね、気づくためのものなんです。気づくことによって、ああ、こんなに自分は苦しんでいたんだっていうことが分かって、ああ、もう本当に悪かったねっていう気持ちになるわけですよ。実際に聴聞してて、そういうのに気づくってことは普段はないんですけども、はい、それはその聴聞自体がね、そういう一般論の話だからです、うん、やっぱりその苦しみを抜くための聴聞ってなると、その人の心の中をずっとこうね、掘り起こして、そして明らかにするという作業が必要になります。だから日頃から自分の苦しみに対して目を向けてね、こういうことで苦しんでるんだ、ああいうことで苦しんでいるんだっていうことを自覚していたら、聴聞の場でね、こんな風に苦しいんですけどって話が出せるので、すぐに楽になるんです。でも苦しんでいる人ほど自分の心に目を向けてないので、なんで苦しんでいるかわからないってなるんです。で、この場合説法で取り除くってなるとね、そのなんていうんですかね、説法ってこう録音したりね、なんで録画したりしてるじゃないですか。そうするとそのなんていうの、その取り高っていうのが大事になってきますよね。でも実際は苦しみを抜くための説法となった場合、その話の中心はね、ほとんど無言なんです。なぜかって言ったら、その人自身に、ね、一言を投げかけて自分の心を見つめて掘り起こす時間っていうのが必要になる。その掘り起こす時間っていうのはもう得てして無言なんですよ。だから先方の取り高を問題にすると、取り高を問題にするとやっぱりその沈黙がずっと入るような説法をアップロードできないわけです。だから苦しみを抜くってなった場合ね、どうしても取り高を気にしてしまうと、とうとうと流れる話のようなものを取りたいと思うんです。でも本来苦しみを抜くための説法ってなると、
本当にね半分以上沈黙になります。まあ、確かにあの砂嵐の方のおっしゃることは聞いてるとすごい時間的に長いですよね。そうそう、やっぱりその時間かけて聞いてあげないとダダになってるんですね。そうそうそう、実際私あの彼女といる時にいやそういうことがないと苦しみを感じるわけですね。でもそれはね嫌なんです、すぐその苦しみが嫌だから彼女が行く時間を減らしたりしてるんですけども、その辺はやっぱりねその沈黙の時間はねその自分その沈黙が長いとなったらね自分の心を見つめるための時間にしたらいいと思うんですね。自分の人生を振り返ってみてね、どんなことがあったかなっていうことを思い出す度ごとにメモしておくっていうことが大事なんです。でメモしたものを何度も読み返して肉付けをしていくんです。そうすることによって自分の心でどんなことを感じたかっていうことを鮮明にしていくっていうことが大事なんです。それを鮮明にすることによって自分の心の中がねどんどん楽になっていきます。あの彼女の場所に彼女のところにいても苦しみは感じますけども、その自分の過去を出すとかそういうことはあまり ないんですけども、それはこう積極的に思い出す自分の中で、過去のことを思い出すようにね心を向けていって、どんなことが自分の中であったかなみたいな感じでするといいし、何ですかその、一緒にいる時にねふとこういうことを通してね過去を思い出す場面があるわけです。例えば過去にもこんなことがあったな、あんなことがあったなっていうふうに思い出すことがあると、その思い出したことをすかさずね自分の中で消える前に書き出しておくっていうことが大事になります。だから日頃からなんていうんですかねこう気がつく度ごとに書いていくっていうことが大事になります。でそれを何度も見返して肉付けをしていくっていうことが必要ですね。まあ、そういうのは書き出したりここで話したりしても特別に自分としては何も感じないんですけども、それはなんかやっぱりやるだけの意味は あるんですか、ね、それをやってそれがなぜ思い出されたかってことを考えてほしいんです。当然思い出されるってことはねその時の自分は絶対に分かってほしいと思ってるんです。このことを、このことを分かってほしい、誰かに分かってほしいって思ってる。その分かってほしいと思ってるものが分かってもらえないから心の中に溜まってるんです。それを自分の中でその断片的なものをね深くこれってどういうことだったんだろうって思い出して付け足していくことによってね、最終的にこれを通してこういうことを私は分かってほしかったんだなっていうことが分かると楽になります。彼女の方とはやっぱりそうやってなんか意味のないような時間であっても一緒に過ごした方がいいっていうことなんですね。そうそうそう、意味のないような時間だけど実はやっぱり自分の、ね、過去を振り返る大事な時間だと思って過ごしたらいいと思います。一緒に彼女に行ってで過去のことを思い出すんですか。過去のことをその沈黙の時間が長いじゃないですか、結局彼女は彼女で何かをしていて自分は自分で何かをしているってなったら、すごくこう暇な時間が流れるわけですよ、そういう時はねやっぱりこうイヤホンマイクみたいなものを持ってね、あの無線イヤホンとかね、あのコードレス Bluetooth をね持って聴聞しながら、あこんなことあったなみたいな感じで気づいたことを書き出していくってことが大事だと思います。だから聴聞っていうのはあくまでも、ね、聴聞することが大事じゃなくて、聴聞したことによって自分の心の中でね浮かぶものがあるんです。聴聞したあそうだ、こういうことが大事だとかね、あこういうことってあったなとかね、
そういうことを思い出された時に聴夢をやめて書くんです。この自分の心の中で浮かんだものを書いて書いて書いて言葉にしていくっていうことが大事なことなんです。その言葉にするための縁が聴夢っていうことなんです。まだちょっと書き足りないっていうか言い足りないっていうのはあると思うんで、まあ、それはそれやっていかないといけないですね。はい、ついでにちょっと聞きたいんですけども、はい、じゃあ何だったらために善をするかっていうのは、何のために善をするか、善をする一番の、ね、意味はですね、自分を大事にするためです、うん、自分を大事にしたらその自分の心の中に功徳がたまるんです。その功徳が自分を幸せにしていくわけですね。善をすれば自分の中に功徳が溜まってくるんです。はい、まあ、普通の不正でいいんですよね。その善をするって言った場合ね、その相手に不正をするという以上に、例えば自分の心に対して丁寧に扱うとか、例えば自分が嫌な気持ちがあったらね、それを誰かに聞いてもらうようにするっていうことは自分の心に優しい行動じゃないですか、うん、その自分の心に優しい行動をすることが善と思っています。人に何かをするっていうのは本来は自分の心の中に功徳がたまって、その功徳の心から人に向かって何かをしてあげたいという気持ちが起きるんです。まず自分の功徳をためないとだったら、ね、そうなんです。だからそのためには自分に優しくなることなんです。自分の心によくその風呂桶でお灯油を上げるとか、自分で2メーターの話で相手の口に入れるとか話がありますけども、あれはだいぶ進んだ段階。そうですね。だからまずは外にやるんです、外にやるとね、当然自分の心が見えてくるんです。人に施しをしてみると、じゃあ自分はっていう心が自分の中でこう出てくるんですね。だから人にやることによってね、いかに私は自分に対して優しくなかったかっていうことが知らされるんです。それで、ああ人にやるよりもまず自分に優しくやってあげなくちゃいけないっていうことに気づいてくるんです。だからいきなり自分に優しくしてもね、結局自分の欲を満たすだけになっちゃうんです。自分の欲を満たすことは、それは自分を大事にしていく行動じゃなくて、自分をほったらかしにする行動なんです。だから人に対してやってみて初めて自分の心に気づく、自分の心に気づくから自分に優しくなれるっていうことなんです。まずは人なんです。まあ自分だけでもできたことないんですよ。例えば脱いだものをきれいに畳むとか、うん、そうやって自分とはダメですよね。そうです。そうなんです。自分だけでもできます。できるけど、人にやっていかないとね、本当に自分を大事にするっていうこと、つまり例えば人を大切にしてあげたらね、ああ自分って本当に自分に対してね、すごく無頓着だったな、ほったらかしにしていたなっていうことに気づくわけです。だから服を丁寧に畳もうとか、自分に優しくしていこうっていうふうになるわけです、うん、結局自分を大切にしないといけないんだよね。そう本当に自分を大切にすれば幸せになります。多くの人はね、自分を大切にするって何をするか分かってない、ね、結局自分の我を通したりね、自分の欲を満たすことが自分を大切にすると思っちゃうんです。だからどんなに自分を大切にしているつもりで幸せになれないんです。本当に自分を大切にしたら自分の心はすごく幸せに満たされるようになるというんです。難しいですね。そのなんか善をしている でも結局自分のためにやってることになっちゃうこともありますから。
いや、自分のためにやるのはいいんですよ。自分の欲のためにやるのはよくない。だから、そうですね。その辺はまだまだちょっと説法聞き出してまた。そうですね、説法を聞いて、やっぱり大事な説法を聞いて、聞いたのをね、自分なりにそのまとめていくっていう作業が大事だと思います、はい、でまとめていく時にね、ふとこう自分の中で思いついたことが、自分の心の中で思いついたことがあったら、その説法を書き出してるのを止めて、思い出してることを書いてほしいんです。どうしてもね、私たちは説法をまとめるってなるとね、説法をまとめることが何よりも大事だってなっちゃうんです。だけど仏教って本来ね、自分と向き合う教えなんですよ。だから説法を書いたり聞いたりするのは、その聞くことによってね、自分の心と向き合うためのご縁なんです。自分の人生と向き合っていくためのもの。本当に苦しみはいかに自分と向き合うかっていうことで抜けていくんです。まあそういう言葉ではなんか言いますけども、実際はなかなか難しいですね。自分の心を見るっていう。言葉では簡単に言えますけど、実際どうやってやるのっていう。そう、だからそのために聴聞に心がけていく。聴聞して、聴聞すると聞いたことによってふっと思い浮かぶことなんです。あれ、こんなことあったな、あんなことな、これっていうふうにね、思い出すことがあって、それをメモしていくっていうことが大事になる。じゃあメモもここからもっとやってるってことで、はい、やってます。はい、じゃあ今日は以上です。はい、質問も大丈夫ですか。なんか何を質問していいのかいろいろ分からなくなっちゃうんですけど、なんか自分を見つめるって、なんかね、意味が分かんない。自分を見つめるっていうのはね、まずはね、自分の心の中で浮かんだものを